レース直前に体調崩して全然力も出せなくて、今までやってきたこと全部無駄にして、何やってるの私。あんな情けない走りは二度としない。次は日本ダービーは。お姉ちゃん絶対に勝つから。日本ダービーがいよいよ目前に迫ってまいりました。世代最強を決めるレースで栄冠をつかむのは一体誰なのか。皐月賞は成田トップロードとアドマイアベガの一騎打ちかと思われたところに、テイエムオペラ王という伏兵の登場でね。皐月賞の強い勝ちっぷりを見る限り、ダービーもオペラ王だろ。中山と東京レース場じゃ条件が違いすぎる。長い足を使えるトプロの方が東京の直線じゃ有利なはずだ。絶対オペラ王さんだよ。違うもん、最後は綾部さんがビューンって行くもん。トプロさんが今度こそ勝つって決まってるんだから。ここまでほぼ平均ペース。しかし第3コーナーに差し掛かって徐々にピッチが。ここで集団の中に閉じ込められて頭が真っ白になってしまって、私がもっと臨機応変に動けていれば。お前さんは不器用だからな。直前の雨で芝の状態も良くなかった。もともと小回りの中山はストライドの大きいお前さんには不利だ。結果的にいつもの走りが全く出せなかった。はい。逆に言えば本来の走りを完全に出し切ることができればお前さんは誰にも引けは取らないはずだ。練習量は裏切らない。お前さんにはここまで積み上げてきた基本に忠実な王道の走りがある。その強みをさらに磨き上げて精度を高めるんだ。王道の走りを。はい。トプロ委員長、ダービー頑張ってね。私たちも絶対応援に行くから。はい、ありがとうございます。おいおい、あんまプレッシャーかけてくれんなよ。いえ、
大丈夫です。私絶対トレーナーさんをダービートレーナーにしてみせますから。だがあいつは。ダービーという最高の夢舞台を控えた僕にとって、ここはまさにオペラガルニエの大階段。ご覧、アポロン神が僕の勝利を称えて電球から舞い降りようとしている。さすがですね、オペラ王さん。こんな時もいつも通りで。ありがとう、駐在人諸君。もう一本走り込みたいんだけど、待っていてもらえるかな。もちろんです。終わり次第インタビューの方よろしくお願いします。また増えてますね、取材の人たち。サツキ賞の勝利でようやく僕の輝きに気づいた人も多いからね。このまま世代最強の栄冠をつかみ真の覇王として君臨するのか、注目が集まるのも当然のことさ。私なんてカメラがあるだけで緊張しちゃって。今のうちに慣れておきたまえ。君もいずれ人々の熱い期待と歓喜を一身に浴びる存在になるのだから。さあもう一歩行こう、ドト。栄光の頂点を目指して。私もいつかは。綾部さん、夕ご飯まだでしたら一緒に。そっか、今夜は新月だっけ。新月の夜には不思議とあの子の存在を近くに感じる。生まれてくることのなかった私の妹を。小さい頃からずっと不思議に思っていた。走っている時に感じる輝くような喜びと興奮、走り終えた後のどうしようもない寂しさ、普段の私とは全然違う。まるでもう一人別の誰かが私の中にいるような感覚。後になって教えられた。私には本当は双子の妹がいた。生まれてくる前にどうしても二人のうちどちらか一人だけしか生き残ることができないと分かって、結果的に私が残った。それで確信した。私の中にいるもう一人の誰かは私の代わりに犠牲になった妹なんだと。私が生き残ったのは単なる偶然でしかない。だとしたら自分の足で走ることができなかったあの子に私がしてあげられるのはたった一つ。ごめんね、この前はあんなみっともない走りを見せて。次は絶対負けないから。日本ダービーって知ってる？最高峰のレースでね、その世代で一番強い馬娘の座を競い合うの。きっとまたトップロードさんやオペラ王と勝負になる。オペラ王はおかしな人、
いつも芝居がかってて、とんでもない自信家でね。正直鬱陶しいと思う時もあるけど、実力は侮れないの。トップロードさんは力もあるけど、何より頑張り屋でね。私のこと目標だなんて言うのよ。普通は少し照れたりするじゃない。そういうのないの。本当にどこまでもまっすぐで、少し眩しい。負けたくないな、あの二人には。あなたの夢は私が叶える。ダービーで優勝して最強の馬娘の称号をあなたに捧げる。見ていて。お、今日も精が出るな。ダービー頑張ってね。絶対優勝してね。トプラちゃん頑張れ。決まれよトプラ。お、ありがとうございます。おい、いくからだ。優勝間違いなしだ。楽しみにしてるぞ。あれ、トップロードちゃんが人参残しちゃうなんて珍しいね。食欲ないの？もしかして体調が？ああ、ちょっとそのいろいろ考えちゃってただけで。うん、おいしい、おいしいな。プレッシャーだよね。どこに行ってもダービーのことばかりだし。でもでもトップロードちゃんすっごい頑張り屋さんだからきっと大丈夫だよ。ありがとうございます。あの、トプロ先輩。ん？これみんなで買ってきたんで、トプロ先輩にぜひ。はあ、ありがとうございます。ずっとトプロ先輩の走りに憧れてたんです。ダービー頑張ってください。先輩なら絶対勝てます。本当に負けられませんね。日本ダービー芝 2400m、 東京レース場の長い直線。スピードをしっかり維持して粘り切る王道のレース展開こそあいつの足を生かす最善の道だ。丁寧に、確実に、完璧に。私にはこれしかない。トレーナーさんと積み上げてきた私の走りを、私は信じる。遅くまで練習されてるんですね。ありがとう。あなただってこの時間までずっと練習していたんでしょ。はい、日本ダービー今度こそ絶対に勝ちたいんです。皐月賞では悔しい思いをしましたから。そうね、
綾部さんもダービーに合わせて最高の仕上がりにしてきますよね。私も全力で勝負します。お互い悔いのない走りをしましょう。私はやあ、やはりここにいたね。トップロードさん、綾部さん、決戦の日を目前に控えたこの美しい夕べに僕は流行る気持ちを抑えられなくてね。と君たちに宣言をしに来たんだ。宣言？皐月賞で確信したのさ。君たちこそ未来の覇王たるこの僕の宿敵、運命のライバルとしてふさわしい存在であるとね。ライバル？私たちが？来たる日本ダービー、僕は最高の走りをお目にかけよう。生涯一度の至上のレース、お互いに全力で楽しもうじゃないか。ありがとうございます。でも私も負けません。望むところさ、熱い戦いにしよう。はい。さあ綾部さんも共に勝利の歓喜を目指そう。一緒に頑張りましょう。私には関係ない。綾部さん？私には私の目標がある。私は一人でいい。ついにこの日がやってまいりました。若き馬娘たちが世代の頂点を目指して競うクラシック戦線の最高峰、日本ダービー。今年の注目は何といってもあの3人の激突でしょう。はい、テーモオペラ王、アドマイアベガ、そして成田トップロード、誰が勝ってもおかしくありません。今のお前さんなら誰にも引けを取らねえ、堂々と行け。はい、約束必ず果たします。皐月賞を制したテイエムオペラ王、ダービーを取って三冠馬娘へ王手をかけるか。続いて皐月賞は悔しい6着に終わりましたアドマイアベガ。このダービーに向けての調整は完璧、堂々の2番人気です。そして皐月賞3着、今度こそのリベンジに燃える成田トップロード、1番人気。非常に大きな期待が寄せられております。ウマ娘たちがゲートに入ります。万雷の拍手が聞こえるか。我らを称える歓声が、歓喜の瞬間はすぐそこだ。互いの夢をかけ全力を尽くして最高のレースをしよう。16番ノーティカルツール、あとはほとんど一戦。テイエムオペラ王はちょうど中段、成田トップロードも中段やや後ろ。トップロードさん、いいマーク。このままオペラ王さんに合わせられれば。トップロードちゃん、ファイトー。オペラ王さん頑張って。アドマイアベガは思い切って後ろまで下げました。後方3人目あたり、ほぼ平均ペースですね。縦長の展開になりました。
ここから各ウマ娘どう仕掛けていくか。中段に控えたテイエムオペラを成田とプロードもしっかりとついていく。早くもウマ娘たちは第3コーナーから第4コーナーへ。後続の各ウマ娘がぐーっと差を詰めてまいりました。成田とプロード、そしてテイエムオペラ王も大外を回って上がってくる。さあ今こそ勝利の凱歌を響かせよう。早い早い早い、テイエムオペラ王大外に持ち出した。それを追って成田とプロードも続く。テイエムオペラ王一気に先頭に立つか。アドマイアペガもここで外に出た。第4コーナーを回って直線コース。さあテイエムオペラ王、外からは成田とプロード、テイエムオペラ王と成田とプロード。抜かせないよ、ここで絶対に捕らえる。今まで積み上げてきた全部出し切って、今度こそ掴む。導いてくれたトレーナーさんのために、私を応援してくれたみんなの気持ちに応えるために。信じる、私の走りを。真ん中をついて成田とプロード、成田とプロード先頭。あんなにみんなが応援してくれたのに。
は出し切った。よくやったぞ。